黄元気、三国志に登場する女性である、魏の重臣の孫娘として生まれ、その才能はなぜ男に生まれなかったのかと言われるほどに高かった。司馬相と結婚し、後に秦の初代皇帝となる司馬遠を産んだ女性でもある、皇后にまでなった黄元気が指導者になったのが、今回のモッドです。というわけでこんばんは、森です。おっすおっす、黒だぞ。今回もシブロクモッドプレイやっていきましょう。今回はどんなモッドなんだ？今回は、史実にも存在した人物のモッドですね。元ネタ自体は、ゲーム三国志をベースにしているようですが。なるほどな。歴史系のゲームが元ネタになれば、当然史実の人物もキャラクター化されてるわけか。そうみたいですね。黄元気は、三国無双シリーズなんかでも、キャラクター化されていますね。三国志時代の人物としては、それなりに知名度もあるのではないでしょうか。ちなみに彼女は魏の時代に生まれて、秦の時代まで活躍しますが、今回のモッドでは魏がベースになっているようですね。というわけで早速やっていきましょう。さてさて今回も1ターン目ですが、この文明は最初からユニークユニットがいる文明ですね。戦士が置き換わってるな。護衛隊は、労働力を1持ったユニットですね。ただしその労働力は、伐採か、ユニーク地形改善を立てるのにしか、使えないという制約付きです。イメージとしてはローマのレギオンに近いですかね。さらにリーダーの能力として、HP が 50% 以上あるユニットは、移動力がプラス1されるという効果も持っています。これもシンプルに強いな。さらにさらに年を出しますと、リーダー能力によって生産力がプラス1されますね。いろいろモリモリだな。魏は古代よりの文明だからですかね。8ターン目、法典の研究が完了しまして。制作カードスロットも増えてるな。これはワイルドカードが増えてるでいいのか？そうですね。こちらは文明の能力になっています。11ターン目、原住民の小屋から労働者をもらいました。この労働者でユニーク地形改善を行ってしまいましょう。ユニーク地形改善トンデンは、食料と生産力、さらにはゴールドまでもらえる地形改善ですね。これさすがに強すぎんか？資源の上にも当たり前に建設してるし。このままだと強すぎますね。なので各都市に一つという制約持ちです。まあそれでも十分に強いんですが、ちなみに現在は食料と生産力だけですが、研究ツリーの進捗で科学や文化ももらえるようになりますね。パワーアップもするのな。これで一都市一つ縛りがなかったら、もっと文明でも最強クラスの地形改善になるところだぜ。さらにターンが進みまして、青銅器の研究が完了しまして、一つ目のユニーク区域が解放されます。古典は、兵営の大海区域で、建て終わると周囲の中立タイルを、都市に組み込む文化爆弾の機能を持っています。さらに区域を隣接させると、その区域に合わせたリソースがもらえる効果も持っていますね。区域パズルがはかどりそうだな、これ。そうですね。ちなみに建設コストも半分なので、早めに建設してしまいたいですね。そういえば文明効果はまだありまして、交易路にゴールドプラス3、化学プラス1される効果も持っています。今回、効果がいろいろな方面にわたって多いな。かなり万能な文明な気がするぞ。まだまだこんなものではありませんよ。24ターン目。通貨の技術が解放されまして、もう一つのユニーク区域、宮市が解放されます。宮市は商業ハブの大海区域で、人口制限を受けず、大商人ポイントと交易路上限がもらえて、快適性がプラスにされて、さらに古典、港、工業地帯との隣接ボーナスがある区域ですね。効果もりもりにも程があるだろ。実際建設しようとするとこうなりますからね。特にユニーク区域同士を隣接させると強くなる、というのは面白い発想っすね。このためにも先に古典を建てておきたいところです。へえ、ユニークの文化爆弾効果はこのためとも言えるな。制作者の方もそこは意図していたみたいですね。この後モンゴルに宣戦布告されることになりますが、とりあえずユニークユニットの護衛隊と、ヒッタイとチャリオットを生産してごまかしておきます。この攻めてくる感じ相手は難易度神か。そうですね。最近難易度神って実は、条件の間違いなのではないかと思うようになりました。基本的に殴りかかってくるもんな。でもユニーク戦士ハマーわかるとして、なんでヒッチャリを作ったんだ？それはこの後わかりますよ。戦争の対応をしつつも内政は継続します。ユニーク区域宮市の中身ですが、ここにもユニーク建造物があります。仮にも神相手の戦争中に建設してる余裕あるのか？問題ありませんよ。生産力プラス1のおかげで、この時点ではそこまで労働者の需要が高くないので、そしてこの金貸し屋なんですが、ここまで触れてきた能力やユニークものの中でも、ダントツでヤバいことが書いてあります。なので早めに建てたいんですよ。ほう？どんな効果してるんだ？ゴールドプラス4、信仰プラス3、快適性プラス1、大商人ポイントプラス1、なんてものももらえるんですが、ヤバいのは次の一文です。この建造物が建設後、毎ターン終了時に現在所持しているゴールドの 5% がリストして加算されます。それってヤバいのか？ヤバいですよ。参照される数値がターンあたりの増えるゴールドではなく、現在所持しているゴールドなので、雪だるま式にゴールドが増えていきます。
実際どれだけ増えるのかは、また後で見せますが、間違いなくこの文明を支える効果ですので早急に建設しましょう。そういえば文明の効果で一つよくわからないのがあるんですよね。珍しいな。戦闘系の能力なんですけど、この文明、戦闘の結果で、クリティカルというのが起こるようになるんですよ。おそらくはダメージが増えているのだとは思いますが、具体的に説明ができない効果になっています。確かによくわからんな。まあそういう要素もあるってことでいいか。今回はそれでお許しください。さてここまでいろいろ紹介してきましたが、ここでようやく古典時代に突入します。今回いつにも増して要素が多いな。そうですね。ユニークも多いのでソロでも絶対に黄金に入れる文明と言えるでしょう。実際古典時代突入時点で、時代スコアは41もありました。高すぎ。ここの時代ボーナスはペン筆を選択していますが、この文明なら最初から研究の自由でもいいかもしれませんね。商業ハブの大会が強いもんな。そうなんですよ。金味の死骸がありそうです。そういえば戦争の方はどうなってるんだ？国境付近で防御を固めてますね。すでにある都市の内政には影響はそこまでありませんが、都市が増やせないので非常に不快です。それでも37ターンまでは耐えしのぎまして、アブミの研究が完了します。これを待っていました。アブミってことは騎士でなんとかするのか。そうなんですが、そうではありません。この文明二つ目のユニークユニットが解放されるんですよ。ユニークユニット古老騎は、攻撃力が強行騎兵並みの重騎兵ユニットです。いや時代錯誤も甚だしいが。それで終わらないからとんでもないんですよね。さらに効果として、スウェーデンのカロラインが持つ、余った移動力が攻撃力に加算される効果、移動力を完全に残した状態だと、城壁にも最大ダメージを与えられる効果を持っています。まさに全てを破壊するユニットですね。これを待っていたから、ここまで防戦でも余裕があったし、ひっちゃりを作ってたのか。そういうことですね。37だとさすがに傭兵は終わりませんが、この時点で手持ちのゴールドが、1800ありますのでアプグレ費にも困りません。ここに来てゴールドも生きてくるのな。そんなわけで失態とチャリオットを、アップグレードしつつ、余ったゴールドで古老騎を購入して、反転攻勢に出ましょう。相手は数こそ多いですが、まだユニットは太鼓のものが多いので、問題なく蹴散らせますね。まあ攻撃力が違いすぎるからな。この古老騎、その気になれば戦車も相手できるだろ。今が37ターンで、戦車が出るのが80ターンとしても、40ターンくらい無双できるんだもんな。槍重兵で止まる可能性はありますけどね。まあそこまで出せればですけど、攻撃力もそうですが、騎士ユニットなので、移動力が高いのも問題ですね。実際40ターンには包囲状態だったモンゴル軍を打破しただけでなく、相手の最前線都市を陥落させています。すごすぎるだろ。それにしてもこれやりすぎじゃないか。まあそこは制作者のコメントを抜粋しておきましょう。私はモッドを初めて作りました。基本的には歴史を尊重しますが、全体的に強めになっていることは許してください。まだ私は焦点を絞っての開発ができませんでした。それでも私は嫁に会いたかったのです。まさかの大元気俺の嫁宣言だった。こう言われては何も言えませんね。古老騎が到達点に見えるモッドですが、一応古老騎の後にも要素はありまして、駐屯地は武器庫の大会施設で、生産力プラス3、ゴールドプラス3、住宅プラス2、対象軍ポイントプラス1という効果と、駐屯地がある都市で作られたユニットは、レベルアップを持った状態で出現する効果がありますね。これがある状態で古老騎を作れば、さらに強い虎老騎が使えるわけですね。古老騎に限らずだけどな。さらにこちらは解放されるタイプですが、銀行制度の技術が解放されますと、金貸し屋のある都市では区域の購入も可能になります。これも強いな。これがあるなら、古老騎が動けない時代になっても続けられそうだぜ。というわけでこれで黄元気モッドの効果は全てですね。やってみた印象はどうだ？さすがに古老騎は強すぎますが、基本的には金マンよりな万能文明ですね。これまで紹介してきたモッドの中でも、ダントツで稼げる文明だと思います。いろいろなところでゴールドがもらえたけど、強いのは特に 5% もらえるってやつだよな。そうですね。ある程度するとこんなことになりますからね。ターン4000はやばすぎるだろ。もしかしたらですが、金貸し屋の数分 5% が上乗せされる形になっているのかもですね。さすがにこれは計算式がおかしいので。雪だるま式ってのも納得だけどな。それ以外の要素にも言えることですが、金マンで万能型な文明なので、ストレスなく遊べる文明という印象を受けましたかね。今回は強権による妨害を受けましたが、それがなければもっと都市も展開できますし、生産力が高い分、内政も進みやすいです。それこそ古老騎を縛りプレイしても、十分に強い文明と言えるでしょう。そこに古老騎が乗っかるから。モッドの中でもかなり上位に位置する強さにはなっていそうですね。まあでも科学や文化はそこまで増えるわけではないので、ある程度の内政力は必要でしょうか。まあ建造物に関しては、その気になればゴールドでどんどん購入できますし、
銀行制度が開放後は区域も購入でいけるので、ベクトルは違いますが、バニラのマリのように、ゴールドで全てを解決する文明ですかね。なるほどな。生産力もアッパーされたマリって考えるとしっくりくるか。そうですね。というわけで今回はここまでにしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。ご視聴ありがとうございました。良ければこの動画も見てってくれよな。